剣道一直線犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室。皆さんこんにちは。ワンちゃんコミュニケーション教室の始まりです。ナビゲーターはワンちゃんと飼い主さん双方の思いを尊重したフェアトレーニングをモットーとするリンゴの認定マスターインストラクタートレーナー末川義和と、リンゴ認定インストラクターの名護と、リンゴドッグケアテイカーの西田蘭です。よろしくお願いいたします。この番組はご愛犬との暮らしを楽しむためのアイデアをお伝えする番組になります。私たちが所属するリンゴでは支配服従の関係ではなく、パートナーとしての関係を築けるよう、さまざまな情報を科学的根拠に基づいてお伝えしております。78.0 FM 那覇 Your radio station Okinawa。犬のツボ。コミュニケーションの第一歩は相手を理解することです。今回もワンちゃんへの伝え方を整理してお伝えしていきます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先週ちょっとね、だいぶ私、はい、脱線して体現総合してしまって反省しているんで、今週は自粛しようかと思はい、自粛ですか。自粛ムードでね自粛ムード、はい、そんなことないですよ。自粛ムード、世の中はそんなことないですけどはい、はい、じゃあなんかトピックさえあればぜひ。はい、そうですね、ずっといろいろ何か話題があるかなっていう考えていたんですけれども、まあ、ワンちゃん普段やっぱり飼い主さんたちがなんでだろうって思うようなことって何があるかなってちょっとさっき考えてて、はい、まあ、学校でも学生さんによく質問されるのが、うん、おいでとかですかね。おいでって言うと近くに来てくれないんですよとかって、ね、結構聞かれることがあって、飼い主さんもよくね、悩みでおいでって言ってもなんか近く、それなりに近くまで来るんだけど足元までは来てくれないとか、ね、結構あるので、なんでだっていう相談を学生さんからもよく受けはするんですけれども、なんか犬番組っぽい、ね、やっとですかってやっとですね。いや、私はラインを切ってちょっとビールでも飲んでますか。あれ映ってますよ、映ってますよ。トレーニングの話お願いしますね、おいで、まあどうでしょう、ランさん、おいで。そう、学校でいや一緒に話していこうかなと思ってね、おいでって言って、なんで来ないのかってまず考えないといけないですよね。来ない理由は何だろうかっていう、うん、この子おいでがわからないからアホなんじゃないかみたいなことを言う、うん、ね、言われる方もたまにいらっしゃいますけど、うん、そうじゃなくって、来ない理由、来れない理由をまず見つけてあげる、観察してね、気づいてあげるってすごい大事だなっていうふうにいつもお話をするんですけれども、おいでね、大体の飼い主さんってどんなふうにおいでってやってらっしゃるかな、イメージ。イメージ、イメージ、イメージ、うん、野球のキャッチャーみたいな状態、野球のキャッチャーみたいな、分かりやすいです、ほらっつって手を広げて、はいはい、前かがみでね、前かがみで ね気迫あふれる、おいでっつっておいでオーラがすごい、ね、おいでオーラね、ね、飼い主さんはこの呼んでる、ね、人からするとこっちにおいでっていう気持ちでこう一生懸命前のめりになって両手を広げて、ね、血まなこでじゃないですけれどもおいでっていう風にやってると思うんですけれども、ワンちゃんからするとね、やっぱり前かがみだったりとかその姿勢ですかね、うん、っていうのがどうしても圧になっちゃう場合があるんですよね。圧に感じてしまう子が多いのかなっていう印象です。なので、まあ、おいでっていう時にどうしてもね、ついつい癖で前かがみになってこう両手を広げてわってやっちゃうんですけど、それって犬からするとあっち行ってって言われてるような
あのものだったりすることもあるんですね、うん、まあ、中にはね、あのそれでも来ちゃう子は来ちゃうっていうか来ていいんですけど、うん、来る子はいると思うんですけれども、どうしても人が覆いかぶさるっていうのはだいぶ圧なのかなって、うん、たまに犬の気持ちにこうなって、うちの四つ葉も足が短いもので高さがあまりないんですよね。で、小型犬なんてもっとちっちゃいと思うんですけど、それがねこの1メーター60ぐらいの人が上から追いかぶさるって、まあまあ怖いのかな、うん、かなり怖いよね、ねえと思います、うん、私たちのどれぐらいですか、何倍だろうな、ね、の人が上から追いかぶさってくるっていうのは結構な圧ですよね、うん、っていうことをちょっと想像すると、あ、追いかぶさるとちょっと来づらいのかなっていうところに気づいてもらえると嬉しいかなと思いますね。おいで、どうですか、そんな経験ありますか、おいでって言って来ない逃げていくとか逃げていくはないですよ、さすがにじゃあ優秀だね、うん、あれね、このおいでって捕まえようとして追いかけてる方とかもいらっしゃいますよね、うん、あれってね、こう来るのあっち逃げろだからね、追われるとね逃げちゃいますよね。そうだから、おいでで来る理由を作ることと、うん、来ない理由を消すことだよ ね、うん、ね、その2つができるとうまくいくんでしょうね、きっとね、はい、うん、だいたい、ね、うん、我慢して戻ってきても嫌なことされるからね、おいではね。そうですよね、大好きなお散歩が終わっちゃうとか、ね、ドッグランが終わっちゃう、うん、はたまた抱っこされてどっかに連れて行かれる、すね切りされるとかっていう印象が強かったりとかね、うん、しますよね。ね、おいでの後にいいこと起こってるかなとかっていうところですよね、うん、来る理由を作ってあげたいなっていうふうに思いますね、そうね、うんうん、抱っこもそうですけど、うん、うん、あとね、こんな学生さんもいました、質問で、あのお客さんが来たらすっごい、吠えるのかな、まあ、はしゃぐワンちゃんがいて、でその子のこのはしゃぐのをどうにかしたいんですっていう話があって、まあ、まずは管理も大事ですよね、まずこう飛びついたりとかなんだりしてほしくないんだったらまず飛びつけない環境にしようねっていう話と、じゃあその後どうしてるんですかって、そのはしゃいだ後にこの子にとってどういう結果が起こってるのかっていうあのことを聞いたら、クレートに入れてましたこのわーってはしゃいだ後にクレートにもっ って押し込んで、まあ、クレートがちょっとお仕置き部屋みたいな感じになっちゃってるのかなって、でこの子クレート好きなのって言ったら、いや好きじゃないです、嫌いですみたいな感じで言うんで、まあそりゃあねっていううん、でクレートも好きにしたいんですなんていう話もあったんですけど、ね、クレートをそんな風に多分使ってるとクレートはどうしてもいい場所にはならないよねっていうところで、クレートでいいことが起きる、ね、クレートを教えおけないにまず使わないっていう、うん、ね、そういう風に考えてみようかなんてアドバイスをしたんですけれども、うんうん、ね、結構そういう風に使われてる方もいらっしゃるのかなって、多いですね。ね、でもなんかうまい反省部屋みたいなね、うん、反省って言うとまたほら誤解する人がいるだろうな、はいはい、鎮静部屋、はい、ちょっと落ち着くためのね、うん、落ち着くような暗くて静かな場所があったら、はい、うん、早く落ち着いてくれるのかも分かんないけどね、うん、ただ暴れられないように狭いとこ閉じ込めるっていうのは、うん、うん、どんどん逆効果になるよ ね、 そうですね、今多分好きだから飛びついてるんだろうけど、うん、人が来たら嫌なことが起こるから人が嫌いになって下手したら噛みつくようになるよ ね、うんうん、ね、逆になっていっちゃうんで怖いですね、それは ね、 そうです ね、 ね、クレートに入れようとするとね、わーってなっちゃったりとか、ね、うん、そういう子も多いし、うん、なんかね、避難しなきゃいけない時クレート入れないでね、死んだ子いっぱいいるんで ね、 ね、そうなんですよね、本当に ね、 ね、うん、クレートトレーニングもすごい大事だななんて思ってますけどね、うん、これワンちゃんに限らずだと思うんですけどね、うん、クレートって安心できるいい場所なんだなっていうのを、うん、関連づけてあげてると、万が一、まあ、普段はクレート必要ない生活をしているかもしれないですけどね、うん、まあ、まあ病院に行く時とかはクレート必要でしょうし、ね、避難する時もそうでしょうし、うん、いざっていう時に入れないとね、悲しい思いをしてしまうことになるのかななんて、うん、思いますので、なのでね、クレートの中でいいことが起きるとか
ね、そういうことしてあげるといいですよ ね、 そうですね、うん、おやつがクレートの中にいるときに、ね、出てくるとか。やっぱり犬目線でね、うん、先週 の、 あの子供目線じゃないけど、はい、家族で一番若い子の目線で役割で呼ぶっていう、あのグループとしてっていう目線、うん、はい、の一番弱いところで考えてあげられるといいんだろうね、うん、きっとね。そうですね、犬だから言うこと聞けじゃなくてね、本当そうですよね、かえって大変なことになるからね、ね、本当尊重してあげたいなって思います、ワンちゃん、ね、お互いリスペクトして。犬の言うことを全部聞くとかそういうことでもなくて、そういうことじゃないんだよ ね、 でもなくて、お互いのそのなんだろう、もうコミュニケーションですよ ね、 ね、なんて言ってんのかなって、で私はこうしてほしいから、じゃあお互いこう譲れるところは譲ってじゃないですけど、そういう会話ができると ね、 ね、うん、楽になるかななんて思いますけれども。この前ね、Facebook、はい、見てたら、あのディンゴって台湾支部とか韓国支部があるんですね、はい、で韓国支部の、インストラクターの Facebook にすごい感動的なこと書いてて、うん、あのハングルで書いてるから、はい、こう翻訳プチってやったら、うん、たまたま人間に生まれただけ、たまたま動物に生まれたらどうしますかみたいなこと書いてあってさ、うわー真理だなと思ってさ、本当うちらたまたまこうやって人間に生まれてるだけで、本当そうですよ ね、 ね、別に何かやらかして動物に生まれたわけじゃないし、人間でもねとんでもない、あの場所に生まれちゃったりとかね、うん、いや本当にそうですよね、たまに想像しますもんね、私もしハエに生まれたらどうしようなんて、たまに想像したことない、たまにありますよハエとか、なんかこうハエがピタって止まってこう足こするじゃないですか、うん、あれ見ててどんな気持ちなんだろうなって考えます、うん、私がハエだったらどんなこと思ってるかななんてちょっとそんな息まで達してますけどすごい悲しくなるないやでもこれね、ハエさんはハエさんで、もしかしたらエンジョイしてるかもしれないから精一杯ねあでも私の知ってる尊敬するお医者さんは、はい、お医者さんになった理由は、小学校の時にこう顔をきちっと潰したら、うん、あれこの蚊の命はどこ行ったんだろうと思ってお医者さんになった。何それ、すごいよね、なんか、深い深いというか、うん、すごいですね、うん、そうそうね、私は殺せないな、うん、なるべく殺さないようにしてる殺すんじゃん基本は何だろう、できれば車の中とかにも入ってくるじゃないですかできれば外に出しますもん、ね、出ろって自由になれって言ってやったりします。見つからないうちに出てくる、本当にそうですよねゴキブリがそうかな、あそうですね、ゴキブリは家族に見つからないうちに出てくる殺害命令が下るからそうですよね、はいはい、なかなか ね命ってね難しいよね、うん、あの極端な理論でさ、じゃあお前は肉食わないのかっていう人いるじゃない、ね、本当そうですよね、そういうことを言ってるんじゃないんだ、うん、そういう犠牲の上に成り立っているのは十分わかってるがゆえに、無駄にそういうことをしない方がいいよね、はいはい、で命を奪わないと我々は生きていけないんだけれど、その命を奪うのはやっぱりありがとうという気持ちが絶対にいっぱい含まれてないとダメなんだろう ね、 きっとね、難しいところですけど、権利と本当に福祉のバランスですよ ね、 ね、うん、どっちに思いっきり偏っても難しいですから ね、 ね、そう権利ばっかりだけだとね、だってほら何だっけ、何年か前の本で、人間は小麦に、操られてる、支配されてる、小麦は自分たちがいっぱい増えるために人間に食べられて、人間は愚かにも奴隷みたいに一生懸命小麦を世界中に植えてその小麦を増やしてくれているっていう理論、ああありえるなと思ってさ、ただほら言葉が小麦とは喋れないから、うんうん、そんなことはないと思ってるかも分かんないけど、はいはい、もしかしたらね、面白いですね、うん、この愚かな人間たちはなんか
要は人間でいう、 こう鼻くそみたいな胃の部分を食べさせときゃあんなに一生懸命やってくれる世界中に広めてくれるなんて思ってるのかも分かんないしね。へ、でもウィンウィンですけどね、うん、そう、それだと、うん、でもほら小麦は何もしてないんだよ。何もしないで太陽に浴びてこう水も引いてくれて人間が一生懸命やってっていうのを、なんかそんなこと書いてるのがあったかな。はいはい、面白いですね、いろんな視点、ね、そうね、そうですね、やっぱでも、うん、人間がねこれ多すぎるよね実際ね。うん、じゃあお前一番に死ねって言われたら困るけどそういうことじゃなくてね、うんうん、人口が爆発してます、うん、そうですね。でも何の話してなんか深いところまで行ってしまいましたけど、だんだん落ち込み始めた明るい話に、じゃあまあでもこの相手っていうか動物の立場になって考えるっていうところですよね、目線をね、うんうん、どんなことを思ってるのかなとか、やっぱりよく観察してみるともう豊かですよね、うん、もう犬もそうですけれども動物たちって、ね、うん、表現もね、表現がすごい豊かですよね。もう多分ランさんに、あ、見せてないな、見せてないんですけど、この学生、別の学生さんにはちょっと見せたんですけど、うちの四つ葉さんは基本的に一緒に出勤してるんですけれども、うんうん、なので、まあ、玄関まで来てお座りしたらあのカラーとリードをつけて行くよって言って出るんですけれども、でも行けない日もあるんですね、うんうん、何か私がちょっとすぐ帰れない日とかはお留守番なんですね、うんうん、なので行けない時は私たちあのお留守番っていうキューをつけてるんですね、うん、帰ってくるよって心配しなくていいよっていう、うん、で普段はこうヘラヘラして、あ、今日行けるんですか、どうなんですかってやってるんですけどそう玄関まで期待して来て、今日お留守番だよって言うと、えっていうすっごい顔するんですよ。いや、マジですか、今お留守番って言いましたみたいな顔をして、でもいや、お留守番って言ったよなって、すご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 帰っていくんですよ、自分の、諦めてくれる、そう、部屋に帰っていくんですけど、そっからもう本当に家政婦は見たぐらいの感じですよ。半分だけ顔半分だけ顔を出して言いましたね、お留守番って、はい、っていう、そう、動画を撮ったので後でお見せします。明日見せて、すっごい面白いんですよ、もう本当に。なのでね、本当に豊かだなって ね、こっちがね、なんだろう、例外なくちゃんとね伝えようとねすると、向こうも一生懸命それを理解しようとね、うん、答えてくれるので、愛しいですよね、本当に、うん、と思いますね。多分言語でコミュニケーションしないから余計にこう相手のことを察するようになるんだろうね、うん、いろんなところ見るようになるんですか ね、だからどんどん普通のこう言葉でこう関係持つよりも深く入っちゃう部分ってあるんだろうね、きっとね、良くも悪くもね、うん、そうですね、うんうん、そんなことがありましたね。ね、だんだんランさんは今年あれみたいよ、犬を迎えるらしいよ。あら、そうです。何匹目それ？6匹目うわーすごいね、大所帯だ6匹目大家族だね。コレクターにならないよね。ならないです、大家族だね。一人3頭からコレクターって言われるらしいよ。じゃあうちやばいじゃないですか。だからならないでねって言って、やばいじゃないですか、怒られても怒られてもごめんなさいですしょうがない、じゃあ私家族になろうかコレクターはまあいいとして、どんな犬が欲しいんですか。どんな犬が欲しいんですか。繰り返した。自分と相性が合えばどんな犬でも、相性っていうか、うん、うん、うん、察してくださいということです。だから、うん、なんか一目惚れってありません？一目惚れって言ったらあれですけど、うんうん、なんかビビってくるのってありません？運命なのかな、なんでしょうね、そう、なんかそんな子がいたらいいなくらいの感覚です、ご縁かな本当に、うん、なんかすごいキラキラした目でこっち見てどうやみたいないやいや、なんか愛護センターで探すとか言ってたじゃん。あ、そうですね愛護センターっていうか、うん、あのボランティア、はいはい、
ありますよね、保護団体、うん、さんがよくあの譲渡会かな、あ、はいはい、そういうこと、そういうことこれどうぞ それを今日一応まあ、うん、行こうかなっていう話してますちょっと友達と行こうって約束してて、友達と行くの、あ、そう、なんか友達と遊びに、友達が遊びに行こうって言われたからたまたま見たら、あ、やってるみたいな、近くでやってるみたいな、ね、はいはいはい、だから行かないって言ったらその子もなんかこうワンちゃん飼いたいって言ってて、でだから、ね、あ、じゃあ一緒に見に行ってみるみたいな、だからいいよって言うから、定期的にやってらっしゃるんですかね、そうですね、毎週日、毎週、へー、毎週やってみたいですよ、すごいですね、うん、犬を飼うのはお金かかるから ね、 そうです、だから頑張らないといけないです、うん、頑張らないとね、はい、すごく頑張りますお仕事頑張って頑張ります、いっぱい稼いで、はい、稼ぎます、頑張って、ワンちゃんのご飯を、その子のためにめっちゃ頑張りますはい、はい、捧げられる、捧げてしまう私もだいぶ捧げたよ捧げますよね、捧げた、そう、なんかね、うん、はいはいね、健康でももちろんお金はかかりますけど、うん、ね、人と一緒で万が一のこととかもありますからね、うん、急な病気もありますし、怪我もあるでしょうしね、うん、うちは7歳ぐらいから心臓が悪いって言って、結構毎月6万も7万もかかってて、うん、でそこの獣医さんの車がどんどん大きくなっていくからあれあれおやおやっつって、あれ去年はなんかもうちょっとこじんまりしてあれまた大きくなって、あれこれタクシーじゃないみたいなおやおやあれなんか病院まで新築みたいなそんな金額ではならないんだけどうちの子 あの治療費でそんなことありえないんだけど ね、 いや、うん、その子のために貯金をしていこうとね、その雇用の貯金を作りますもんね、その雇用の貯金人間と違ってほら何割負担とかがないじゃないですか、ね、人間の病院代よりも本当に1回の検査でねバンっていう金額があるの で、 ね、だから今保険とかも結構増えてますよね、ペットの保険も増えてていろいろな保証もありますけれども、うん、でもほらあの医療費の標準報酬額みたいなのはないわけでしょ、ないですよ、ね、いい値だよね、はい、多分ね、うん、はいはい、でも実際、うん、相当お金かかるみたいだね病院系ってね、そうですよね、知り合いの獣医さんが、立ち上げるっていうのでいろいろ話聞いたけど、うん、あ、こんな大変なんだ、ね、で、あ、売上こんなもんなんだみたいなね、あ、そうですか、うん、なんか話したかちょっと記憶にないんですけど、うん、何年か前にちょっと四つ葉さんが体調を崩して、うん、こう検査したんですね、まあ、血液検査とかした時にそのお会計が2万5千円だったかな、うん、その1日、まあ、本当に検査で2万5千円もボンって出たんですよ、うん、その時にね、夫が、まあ、会計のところに立ってたんですけど、うん、2500円を出してて丸が1個足りませんっていう話をしていました犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室、そろそろお別れの時間です。次回もワンちゃんへのコミュニケーションのお話をします。犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室は毎週土曜日夕方5時30分から放送しています。ラジオは FM 那覇 78.0MHz、 インターネットはリスラジでリアルタイム配信、 FM 那覇の YouTube チャンネルからもお聞きいただけます。番組へのご要望ご相談は犬道楽のホームページ01-INUDOURAKU 数字の01から始まる犬道楽で検索していただければ見つかると思います。それではまた来週お会いしましょう。ナビゲーターは
ディンゴマスターインストラクタートレーナーの末川と、インストラクターの名古とリンゴドッグケアテイカーの西田蘭でした。さようなら。